はい、シャーボくんゲームでございます。ウィリアプレ2019やっていきましょうということで、今回も毎週日曜日恒例企画、11回ガチャ引いて当たった選手で即試合企画やっていきましょう。今週のガチャがね、レジェンズイングリッシュクラブズということで、プレミアリーグ、中心の選手になってて、まあ、レジェンドの選手もねしっかり入ってると。ボール打ち上げに関して銀270、金134、黒46、まあ、今回もね銀が圧倒的多さ、圧倒的多さになってるんですけど、まあ、でも黒もそんなに少なくはないかな。多分出せると思うんでね、11回のうち何回かは、まあ、ね早速いきましょう。さあまず1回目いきましょうか。やあみんな、ミッキーだよ。黒玉出せるかな、ははん。まず一発目はね、黒玉出したいよね。絶対に黒玉が来るおまじないをかけておいたよ。やったー、やったー。さあということで、サネ来ましたね。今回のもしかしたらエースになりうる選手かもしれないですね。でいきます。さあ2回目が金、金で、うわ、熱い、熱すぎでしょこれ。パボン、待って、両サイド揃ってよこれ。右と左で、まあ、スピードスター系で、おいガチャ黒玉出せよ。しずかちゃん、伸びたスネオ、ドラミ、おい黒玉出せよ。おい伸びた、やったぜ黒玉来たぜ。さあ、わちょ、やばくね。低クオリティジャイアンをねお披露目したところで、スターリング熱いな。今回ガチでやばくないこれ引き。どうしようかな。ウィン、まあ、スターリングね、真ん中のところで ST とかで使ってもいいと思うんでね。さあ、金が来るぜ。4回目、CB、マイケル・キン。黒玉が出てる、黒玉。あ、これ似てねえけど。そして銀来た。エウレリオ・ゴメス。これ銀オンリーですね。ただエウレリオ・ゴメスがね、ゴールキーパーなんで。本職のところででかいですね。あー、2連銀は、ちょっと待って、ここで、お、センターフォワード、スティーブ・ムニエ。さあ、190cm 大型フォワードで、お、いろんなとこできる。サイドバックも一応薄い適性ありますね。あ、スピシュンもでもそんな遅くないですね。大型だけど遅くない。フィジコンあって、そして、ヘッダーとワンタッチシュート。ただ金来て、おお、ロバートさんありがとう。これでサイドバックと CB のとこ来てるんで、今のところもそんなにポジションの被りもまだない感じ。おそらだっしゃい、花輪くんパワーベイビー。あー、 GK 被ったけど、まあもらえず、エデルソン来たんで GK で、まあでもこれはこっちになるかな。うわマジかよ、マジか。うわ、おい、ダルグリッシュ CF で、ロリスも来てますね。すごいなこれ。2体、下に478体、上に588体。黒玉当たってくれ。バスティアン・ドリウッシ、ドリウッシだけどセンターフォワード。黒玉出し、藤木くん君って卑怯だね。さあということで、ラストはジャカですね。DMF いいですね。そこはまだ揃ってなかったんで、オッケーオッケー。はい、ということでね、一応11回引かせていただきました。フォーメーション組んでいきたいと思います。さあということでね、フォーメーションの方ね、こんな感じでサントスでね、過去最高、これ攻撃力なんじゃない、即試合企画で。ガチで前線、まあ、サイドバックから上がやばいですね。調子ドン。あー、まあサイドバックで不調だったりするけど、基本的には調子いい感じですね。まあ、サネとジャカは不調ですが、パボンだったら調子いいと。お相手が4-1-3-2、まあ、こちらと同じ形みたいな感じだね。監督は違うけど、よろしくお願いします。まあ、FP ルカクいたんでね、そこは気をつけていきたいね。まあ、でも失点というよりは、今回本当に攻撃力がメインとなってるんで、ガンガン点取っていきたいですよね。うわー、やっぱルカク来た。怖い怖い怖い。ルカクのプレスやっぱり怖いな。さあ、ここのサイドが強いよ。あ、いた、ムニエ、スティーブ・ムニエ、横パスからダルグリッシュ。サンキューダルグリッシュ。レジェンドが早速決めていく。
ワンパワンシュ持っており、ダルビッシュが個人的にはね、すごい使いやすくなるかなと思います。ジャーカーサンキュー。まあ、今回の収録レジェンドの中でもトップクラスだと思うんでね、ロバートソンナイス。さあサネ、だうわー惜しい。サネ、サネアウトスピン、ああ無理か。サネスピン出したんだけどな。またパボンだったりね。このインターセプトいいね。うまい。ダルグリッシュ、ダルグリッシュ無理無理。うまい。ダルグリッシュ、ダルグリッシュ無理無理。大型フォワードスティーブ・ムニエが決めていく。いや、いいですね。もうこの調子で、今回ガチで得点めちゃくちゃ狙えるかなと思うんでね。メンツ的に。早めのね。ステ、おー、チアゴシューバーいく。さすがチアゴシューバー。うわ、やばい、ナイス。ドリウッシー、ちょっと本職ではないけど。自分たちのサッカーがしやすくなりますよね。2点リードは精神的に大きいですからね。うわやばいやばい、ちょっと待って、もうちょっとあれか、後ろのパス使ったらいいか。バックパス使いながらも、ただ守備も結構調子いい。パーボーン、パーボーン、ここダルグリッシュだ。うおいしょ、ファンダイク、ジャカがカバーリング、ダルグリッシュー、よーし、ダルグリッシュ、ダルグリッシュー、よーし、ダルグリッシュやっぱいいね、決めてくれる、さすがです。さあもう守備もここ前から行く。サントスの守備をね、そう最近ガチスカもねしっかり作って、サントス系の守備もちょっと、しっかりできるようになってきたんでね。スタ、うわ、いや、ファンダイク強い。ただ、コーナーキックでしょ、これ。このままいきますよ。今回、攻撃力えぐいからな。こんなに攻撃の選手で、まあ、自分が使いやすい選手とか当たったこと、そんなにないかもね。ここはね、ちょっと2枚目プレスをしながら、OK。ロバートソン。スターリン、はい、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ここのねワンパがいいっすね。ここでロバートソンね、ロバートソン、はいっす。スターリン、はい、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ここのねワンパがいいっすね。ここでロバートソンね、ロバートソン、はいっす、狙う、ロバートソン。あそこね、やっぱワンパがいい感じ。おお、ということで、まさかの11回ガチャ即試合で、切断のパターンかな。はい、ということで、切断勝ちですね。次回ね、もう1試合やっていきたいと思います。はい、ということでね、2試合目やっていきましょう。お相手の方ね、レーティング900後半ぐらいの方来ましたね。おそらくめちゃくちゃ強い。めちゃくちゃ強い。ボコボコにされる可能性もありますがね。ただこういう方にどれだけこのスカットで通用するかっていうの面白いと思うんでね、やっていきましょう。やはり三重のフリットですかね。さあ行くぜパボン。何、なんだボールが、ボール置き去り。うわ、バッチはえぐ。ナイスキーパー、エーデルソン、サンキュー。さあ、ジャカで左上がっていく。マジか、マジ強いわ。これ、バッチ上げてくるか。うわ、にやか、そこ。
わ、ニアか、そこ。マジか。ニア決められた。ちょっとサネで失い方悪かったかな。まずいな、早速1点入れちゃった。ロバートソン上げる。開いた。ダルグリッシュ頼む。いや、スティーブ・ムニエ、スティーブ・ムニエ、よし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 、開いた開いた。ダルグリッシュ頼む。いや、スティーブ・ムニエ、スティーブ・ムニエ、よし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 、開いた。ナイス、ダルグリッシュ。そこでしっかりね、抜け出せたのはでかい。まあ、結構相手ハイプレーなんで、逆に裏とかは意外と空いてくるかもね。ジャカ、うわマジかー。ジャカ、うわマジかー。キックオフ早々やれるパターン。いや今のあかんねー。あれーもっと集中していかないと。プレス早いな。ここはゴメス使おう。ナイボ、ダルグリッシュ、ダルグリッシュ、ズワー、キーパー、キーパー、キーパー止めるか。ここはどう、無理か、多分ある。よし、つえ、マティッチ。いや、でも結構こちらに落ち、おお、全部、無理、終わりか、無理か。くそー、まあ、もうちょっと決めていきたいですね。そう、1点は決めてるんで、あとは追加点をどこで取れるか。フィーブル使って、マジか、マティッチに効かないな。キーパー、うまっ、うまっ、うめえ、ループ。まあ今のはもうやられたですね。裏かー。サンキュー、オッケー、諦めないぞ俺は。さあ、カウンターのチャンスになります。スターリング、激しいボールの奪い合い。スルーパス、ムニエ、よし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 、いい位置、いい位置。最後まで全力やりましょう。これをジャカで決めて、決めよう、絶対決める、絶対に決めるぞ、ジャカ、よし絶対に決めるぞ、ジャカ、よしよし。さあ、まだあるぞ。アディショナルタイムもね、結構あるんじゃないかな。さあ、このゴールであと1点というところまで来ました。さあ、お相手がね、結構前な感じなんで。うちょ、やばい。サンキュー。よしよしよし。まあ、コーナーキックになっちゃったけど。ナイスキーパー。これ弾いてね。カウンターで。ナイス。さあ、最後まで行こう。まだだ、まだだ、いけ、ムニエ、ナイス、ナイス。うわっ、うわ、やっと、やっちまったわ。いけたな、今。くわ、悔しい、悔しい。いやー、今いけた。もっとね、守備の精度上げながら、あと一歩、まあ同点ね、行きたかったですね、最後。まあそこはでも、結果負けてるんでね。まあ次回また、頑張っていければと思います。ほんと悔しいですね、ちょっと。はい、ということで今回ですね、皆さんご視聴いただきありがとうございました。またですね、来週日曜日、この企画やっていこうと思うので、ぜひ遊びに来てください。ということでまた会いましょう。さよなら、バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクイピープル。